ジュバランドソマリア国は、ソマリアの南部を領域とする、自治政府。ケニア、エチオピアに国境を接する。通称はジュバランドで、他に、ジュバ渓谷、アザニア、トランスジュバなどと呼ばれる。ジュバランドは、もともと、ソマリア南西部を流れるジュバ川西部のことを指す、名称で、1925年6月29日に、イギリスの植民地であったケニアから、 イタリア王国に譲渡された。イタリア領トランスジュバは1926年にイタリア領ソマリランドに編入され、その後の独立に至る現在までソマリアの一地域となった。この地域は現在まで続くソマリア内戦の数多くの戦いのあった場所である。地域は1998年から1999年には国家独立を宣言していた。 その後2008年から、アルシャバブが、実行支配し、暫定政府軍やアミサムと戦闘を続けていたが、2010年に、アルシャバブと協力関係にあった、ラスカンボニ旅団の一派が、暫定連邦政府側に基準、キスマヨから、アルシャバブを撃退した。現在は、ラスカンボニ運動の指導者、アフメッド・モハメッド・イスラムが、大統領に就任、ジュバランド・ソマリア国として、 委任統治している。2013年の取り決めで、実政府の領域は、従来の行政区画では、カブジュバ州、中部ジュバ州、ゲド州である。面積は8万7千平方キロメートルで、人口は、約136万人。首都は、ジュバ川川口近くの海岸に位置する、キスマヨであったが、2013年4月に、ブアレニセント。ジュバランドは、 ザンジバル・スルタン国がマスカットとオマーンから分裂し、そのアフリカの領土権を与えられた時、1836年から1861年までマスカット・オマーンド広告に統治されていた。1890年11月7日、ザンジバルはイギリスの保護領になり、1895年7月1日にはアフリカ東の沿岸部の領土をイギリスに割上した。 ジュバランドはザンジバルの他の領土と共にイギリス領東アフリカの植民地となる。1926年のトランスジュバギって、その後1925年6月29日にジュバランドはイタリアに割上される。その割上は第一次世界大戦で連合国側に参戦したことへの報酬であるとされた。ジュバランドは コラドゾリ総督の元イタリア植民地トランスジュバとなった。イタリアは1925年にジュバランドで初の郵便切手を発行した。イタリア語でオルトレギューバと印刷されていた。1926年7月30日に隣接するイタリア領ソマリランドに合併される。植民地の広さは87000平方キロメートルあり、 1926年の総人口は12万人だった。1960年7月1日にジュバランドはイタリア領ソマリランドとイギリス領ソマリランドと共にソマリア共和国の一部となる。1960年のソマリー独立以降の国内での人口移動はこの地域の重大な歴史的出来事として挙げられる。ジュバ地域には ソマリアオガデン族とマレハン族が住んでいた。1969年にクーデターで政権を取った第三代大統領モハメドシアド・バーレは1974年にソマリア北部やソマリア西部を襲った大基金の被害を受けた人のために最低重計画を策定した。このプログラムにより農村コミュニティがシモベ・ジュバと中部・ジュバに生まれた。 この最低重プログラムは、ダンワダーがハや、コレクティブドユーティとして知られる。農村コミュニティは、北のイサック氏族やダルバハンテ氏族が主な構成員を占めた。ソビエト連邦は、ソマリアと戦略的な関係を持っていたため、ソマリア空軍と共に、基金の被害を受けた、捕虜族や、カイナダ族などをカブジャバ地域にある政府の難民キャンプに運んだ。 飢饉難民は当初モガディッシュから遠くない北東にあるジャウハーに運ばれた。人々はジャウハーからはモガディッシュ、キスマヨカイロを軍用トラックで運ばれた。道路は荷物や家畜などを抱える人を運ぶ軍用トラックが溢れ返ったため移動には丸1日かかった。ダジューマ、サブラーレ、クンツワールへの3カ所の最低10地域に加えダジューマ。 近くのホログレが四つ目の定住地となる。ホログレは川に流れ込む湖の名である。ダジューマは中部ジュバ地域にある。1970年代の最定住プログラムによって定住先で自分や家族の生活を確立したが以前の居住先に戻っている。1998年から2001年までの国旗1993年12月に モハメド・サイド・ヘルシ・モルガン率いる軍が、キスマヨーを制圧し、駐留していた、ベルギーの国連平和維持軍の撤退を要求した。彼の軍が、国連が駐留していたことを利用し、モハメッド・ファル・アイリードと共に軍を再武装、再編成させた。マレハン族の支援を受け、モルガン将軍は1999年まで、キスマヨーを制圧下に置いていた。その間、モルガンは、 以前の敵、ソマリア級国民主戦線と協力していた。モルガン将軍は、ケニア国境地域でも活動していた。彼の軍はそこで活動していたシアドフセイン、オマージェス、アーメッド発誌の軍と戦うことは稀であった。彼らは、ほとんどの労力を国内避難民や難民のために祈ることに使った。ドブリー難民キャンプ周辺地は最も危険で、暴力的な地域になり、 民兵による女性の強姦支援物資を乗せた車の襲撃、難民へのゆすり、たかりなどは、日常を左事だった。ソマリア地図ソマリー国民戦線が、マレハン族と他の勢力に分裂した後、モルガンは、リーダーの地位を失う。彼は、その後、ソマリア異国運動に加わる。ソマリア異国運動は、ダロッド氏族民兵、ダハンウェイン抵抗軍と、 南部サマリ国民運動から構成されていた。モルガンは自分がジュバランドと呼ぶ国の主張を1998年9月3日から1999年7月11日まで務めた。しかし1999年にアーメッド・オーサメのジュバ警告連合に領土を奪われ、2001年8月6日から7日にかけてキスマヨもあっさり占領されてしまう。 キスマヨは2006年までジェーバに占領される。ジュバ渓谷連合は、モルガン将軍と戦った。ジェーバのリーダー、バレアダン、シャイアヒーラーレ大佐は後に、ソマリア暫定連邦政府の防衛大臣になる。ジェーバの軍司令官は、アブドゥラヒシェイクイスマエル・ファラタグだった。ジュババレー連合チアン・アーメド・モハメッド・ガノフは、キスマヨに留まった。 2001年6月18日、核部族の代表11人からなる代表は、ジェイバと暫定連邦政府との同盟を決定した。以後は、形式的には、ソマリア暫定連邦政府領となる。ただし実行支配は、南部のいくつかのイスラーム武装勢力とたびたび争われることになる。2001年8月6日、40代の戦闘車両と1000人の、 民兵を投入した10日間の戦闘の後、ジュババレー連合は、キスマヨから北に移動し、ソマリア和解再生評議会から自立を奪う。2002年には、暫定連邦政府と敵対していた、ソマリア和解再生評議会と戦闘を行い、ブロハワから6000人の難民が発生した。2003年にキスマヨには、国内避難民1万5000人が収容されていた。 2004年までに、ソマリア南部と中央部の戦闘によって、国内避難民は8万6000人にまで増加した、J バとソマリア和解再生評議会間の戦闘による、問題として地雷について言及されている。最終的に、SRRC の指導者、モハメット・ファル・アイディードは、ジュバ警告連合と、暫定国民政府と和解し、2004年には、 暫定連邦政府の内務大臣になる。この暫定連邦政府は後に暫定国民政府を引き継ぐ。2006年8月、突如として力をつけたイスラム法廷連合は、重要都市キスマヨを含むカブジュバ、中部ジュバを占領し、自治政府を打ち立てた。 ジュババレー連合、ジェイバは2006年9月のイスラム法廷連合との戦闘でキスマヨを失い、10月にはジュババレーを奪われる。ジュバ渓谷連合すなわち、暫定連邦政府の支配地域は、ゲドの一部のみとなり、指揮官や民兵の不足で苦戦を強いられたが、2006年12月には、エチオピアの軍事支援を受け、ジュババレーを奪還した。バイドアの戦闘後、 ジェイバは、ジュババレーの占領を再度宣言した。12月27日、イスラム法廷連合は、ブアーラ北のサラグレと、サコを放棄した。イスラム法廷連合は、その後ジュラブでの戦闘に敗北し、2007年1月1日、キスマヨは、軍事衝突なしで、暫定連邦政府とエチオピア軍の手により占領される。 その後、イスラム法廷連合は消滅し、その残党がヒズブルイスラムやアルシャバブとなって活動を続ける。アルシャバブは勢力を拡大し、ヒズブルイスラムを吸収して、ジュバランドを中心としたソマリア南部を実行支配した。しかし、アルシャバブと共同関係にあり、2010年からはキスマヨを共同統治していたアフメッド・モハメッド・イスラムを 筆頭とするグループが、ラスカンボに運動を名乗り暫定連邦政府側に、寝返り、ソマリア政府軍と共にドブレー、アフマドゥ、ビルタデールを、次々と奪還。そして2012年9月28日に、ソマリア政府軍、ケニア軍と共にキスマヨから、アルシャバブを撃退した。2014年ジュバランド政府は、ソマリア連邦政府と和解し、自治地域として、 ソマリアに参加。ありがとうございます。